シナリオ読み込み型創作ツール、ハチへようこそ。再生開始、財団3分クッキングというタイトルの後、軽快な音楽とともに天使が動くアニメーションが流れる。その後、甘口チーズチキンカレーとポテトサラダのテロップが流れ、料理の完成図のイメージ画像が流れる。暗転、どこかの家屋の庭が映される。画面には調理台と調理用具、料理の材料が確認できる。画面外から、エプロンを着用した浮田博士とトラヤ博士が現れる。浮田博士と一年後、紀元前120年9月8日水曜日、午後1時を過ぎました。財団職員の皆様いかがお過ごしでしょうか。トラヤウイボーです。助手の浮田博美です。さて、夏の終わりということで本日はカレーとフグサイにポテトサラダを作っていきましょう。はい、トラヤ博士。本日調理するポテトサラダはマッシュポテトを使用したものになっています。マッシュポテトをポテトサラダにするとは浮田博士も思い切りましたね。トラヤ博士もお菓子作りで料理に覚えがあるそうですから、今までにないカレーを期待しています。会話の後、二人は別々の調理台へ移る。浮田博士がポテトサラダ、トラヤ博士がカレーを作っている。画面はまず浮田博士の調理台を映した。マッシュポテトが入ったボールを掴みながら、ではポテトサラダの調理です。はじめにオイと博士1にマヨネーズを入れていきます。浮田博士はマッシュポテトにマヨネーズを入れる。混ぜ始めた直後、人間と思われるうめき声が流れる。浮田博士はうめき声が聞こえていないような素振りを見せる。力が入りすぎているためか、時折ボールが浮田博士の手を離れ、ボールが体を滑る。何度か繰り返されるうちに浮田博士は苛立ち始める。興奮した様子で、抵抗するんじゃない。いいですか、オイト博士。財団職員をね、調理しようとするのはここでは当たり前なんですよ。職員なら誰しも通る道なんですよ。マヨネーズを入れた後、ブロッコリーをボールの中に入れる。特に異常は見られない。画面が変わり、トラヤ博士の調理台が映る。トラヤ博士は具材を切り、水の入った鍋の中に入れる。その後カレールーを投入した。この間にもトラヤ博士は調理について説明しているが、玉ねぎを切っている間常に号泣している点以外に異常は見られない。具材は鶏肉、人参、玉ねぎ、じゃがいもとオードソックスなカレーの材料である。ではここで蜂蜜を投入します。蜂蜜を入れることによって、とろみとコクを出すことができます。トラヤ博士は蜂蜜を大さじ1杯分カレーの鍋に投入した。さらに黒蜜糖を入れていきます。トラヤ博士はバケツに入っている黒蜜糖を大さじ1杯分投入した。今日は財団3分クッキング218回目の放送ですね。記念に蜂蜜のように見える液体を入れましょう。トラヤ博士は懐中時計を取り出し、それから溢れる液体を鍋に投入した。この時点で鍋のカレーはごく彩色に変化した。画面が再び浮田博士の調理台を映す。では次にカヌーを入れていきます。先ほど入れたブロッコリーとよく馴染ませるように、ちょっと待てよ、このカヌーは。カヌーを口に含む、このすんげーうめえカヌーを野菜と一緒に入れるだなんて嘘だろ。浮田博士どうしました。マジでありえねー。このすんげーうめえカヌーを野菜と一緒に食べるだなんて、クソ簡素な味になっちまう。このカヌーを入れようと考えたのはどいつだ。そうか俺か。俺は、この料理を。料理を。続けるぜ。やったー。浮田博士の絶叫とともに後方の家屋が爆発。両名は爆発に気づいていない、もしくは無視していると思われる。この時点でポテトサラダは完成しており、爆発の後何事もなかったかのように浮田博士はさらにポテトサラダを盛り付けている。では最後に仕上げです。カレーを常温まで放置した後、ひき肉を入れてください。このひき肉を入れた後、カレーを加熱してしまうとひき肉の特異性が消失してしまうので、加熱しないでください。そして食べる前にカレーの上にチーズを置いて、はい、甘口チーズチキンカレーの完成です。では材料の確認を。浮田博士の声を遮りながら、ちょっと待ってください。カレーに大切なものを忘れています。すぐ銀漬けが足りていません。トラヤ博士は一度画面外に退出した直後に、磁気製の壺を抱えて再登場する。壺から福神漬けと思われる物体をカレーに添えるが、明らかに一般的な福神漬けに用いられる野菜類ではない。そうでしたね。やっぱりカレーのお供といえば、福神漬けでしたね。ところで浮田博士、福神漬けがなぜ福神漬けと呼ばれているか知っていますか？一説には明治時代初頭に、とある漬物屋が漬けたのが始まりと言われているんです。で、これを気に入った当時流行
ありまして、その人はこれさえあればご飯のお供は他に足りない、食費が浮いてまるで家に七福神がやってきたみたいなって言ったらしいんですよ。そのことがとつけ物や誰もの弁財天の近くにあったから福神漬けって言われるようになったそうです。福神漬けが7種類の野菜からできているから、7柱の神で例えるだなんて昔の人は風流というか雅というか。助けて。突然、福神漬けの壺からエージェント、トガミと思われる人型実体が頭を出し、視聴者に向けて救援を求める。エージェント、トガミの顔には褐色の液体がかけられている。壺の大きさからどのように考えても、エージェント、トガミが収納できる大きさではない。トラヤ博士の絶叫とともにエージェント、トガミの後頭部に拳が落とされる。直後にエージェント、トガミは失神し、壺の中へと消える。では改めて内容を確認していきましょう。発言の後、画面が切り替わりカレーとポテトサラダを作るための材料の名称が表示される。浮田博士のナレーションが続く。本日のレシピは、おばあちゃん印のこの世のすべてのレシピ、75ページに記載されています。閲覧の際には、クラス2以上の職員の許可が必要です。チーズカレー、2人前、白米、カレールー、粘膜を固形化させたもの、水、600ml、ひき肉、接触者の体重のおよそ 0.5% 程度、スズメ、300g、人参、5本、じゃがいも、袋から適当に、玉ねぎ、表皮から木の澄むまで、蜂蜜、大さじ1杯、黒糖蜜、大さじ1杯、蜂蜜のように見える液体適量、チーズ、2枚、ポテトサラダ、2人前、マッシュポテト、800g、ブロッコリー、1個、マヨネーズ、大さじ3杯、ハム、3枚、福神漬け、醤油、できるだけ大量に、砂糖、みりん、できるだけ大量に、エージェント、トガミ、1人、機械仕掛けの神、1機、グランドカルキストヨン、1人、桜根の愉快な仲間たち4柱、玄武、1人、スジャク、1羽、白虎、1匹、声優、1匹、画面が再びトラヤ博士と浮田博士を映す。さあトラヤさん、今回の料理はいかがだったですか？そうですね、よく菓子作りはやるんですけど、カレー作りは初めてと言っていいぐらいで、今回はとても新鮮な気持ちで料理をすることができました。家でもカレーを作ってみたいと思ってます。そうですか、残念ですがお時間となりました。次の番組は、今日やむなしの食べずに締めるか、いいです。どうかチャンネルはそのままで。映像終了。2009年11月2日午前8時20分、サイト8181の全モニターがジャックされ蒸気の映像が流れました。その後、浮田博士、トラヤ博士、エージェント、トガミ、ジョーヤ博士を尋問した結果、財団3分クッキングへの出演を否定しています。また、撮影場所を特定した結果、オフアイブの自宅ということが判明しています。映像では爆発していたにもかかわらず、自宅は爆発しておらず、爆発の痕跡もありませんでした。